さあ皆さん、明治学院大学行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は4つ。そして皆さん、要約問題。200字以内で要約しましょう。皆さん、受験される方はご存知かと思いますが、これ行ってみたいと思います。で、皆さん、要約、じゃあどうしたらいいんですかというところで、ちょっと皆さん、オックスフォードの AA 辞典から定義を借りてきております。A short statement that gives only the main points ということです。ですから皆さん、大事なところは皆さん、メインポイント。ここをしっかり提示してくださいね。というのがメッセージでございます。ただ皆さん、そのメインポイントってじゃあ何なんですかと言われたら、これですよね。主張とか主題ということでよろしかったかと思います。じゃあ皆さん、主張や主題はどっからわかるんですかと言われたら、これでございます。皆さん、以前からいろんな動画でお話はさせていただいてるんですが、対比のところに筆者の主張、その文章のテーマが隠されておりますので、ですからこの対比のところを中心に読んでいけば、書くべき文章っていうのは確定することができるんですね。じゃあ皆さん、その対比を示す表現はどんなものがあるんですかと言われたら、まず一つ目はバット。しかし、ということで皆さん、これは皆さん馴染みがあるんじゃないかなという感じがいたします。よく皆さん、バットを含んでいる文章中には筆者の主張が隠されている。というのを聞いたことがあるという方もいらっしゃるかと思います。そして二つ目は、インステッドですね。皆さん、A、インステッド B と言われたら、A の代わりに B というふうに訳す方が大半かと思いますが、でも、何人かの受験生は知ってますね。A ではなく B って感じで、皆さん、A を否定して、皆さん、B を肯定するんですね。でこのやらつスタディでもいくつか何回か紹介はしておりますのでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、だからちゃんとしっかり前後反対、対比の関係ですからね。そして三つ目は on the one hand、 そして on the other hand ですね。もちろん一方ではうにゃうにゃですが、他方では点点点ですということで、皆さん前後はしっかり反対になりますからね。で最後は四つ目でございます。 some A others B ということで、A、うにゃうにゃという人もいれば、B、点点点という人もおりますと。ですから、英語が得意な人もいれば、苦手な人もいます。みたいな感じで前後は反対です。で、これで筆者の主張、主題を見つける方法はわかりましたが、でこの文章右側でございます。定義の右側、not the details ということで、詳細ではなく、ということですね。つまり詳細、細かい部分は書かないでくださいね、というのが定義の一つでございます。じゃあ皆さん、この詳細って具体的にどういうことですかと言われたら、これですよね。皆さん、具体例でございます。これ皆さん、細かいですからね。字数制限がある要約問題では省いていただいてよろしいかと思います。ですから、このあたりを皆さん、ちょっと意識しながら頑張ってくださいね。さあ皆さん、まず第一段落を読んでいただいて、書くべき場所を特定していただけるとよろしいかと思います。で皆さん、第1文目、そして第2文目には対比はなさそうですよね。ですが、第3文目に皆さん、インステッドがしっかり入っておりますので、対比だというところでよろしいかと思います。ですから、まず第1段落で書くべき文章は、このインステッドを含んでいる文章中ですね。で、皆さん、意味はどうなってますかということですが、皆さん、私が教室に入ったとき、まあ、生徒さんがですね、ignoring their peers and teachers ということで、まあ、友達、もしくは先生を無視して、そして、focusing instead on YouTube とか、ソーシャルメディアですね、それに、まあ、集中していると、熱中している様子が見えてますよね。で、そのあたりを皆さん、文字に起こしていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、第一段落はこんな感じです。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん、書くべきところの特定をお願いいたします。で、皆さん、第1文目には対比を示す表現がないんですが、皆さん、次の文章中には but がありますよね。ですから、そこをまず書くんじゃないかということで検討していただけるとよろしいかと思います。で、第3文目には特に対比を示す表現がないので、もう but を含んでいる文章中をしっかり書こうということでよろしいかと思います。で皆さん、意味内容ですが、まず私はですね、ガイドライン、指針を持っておりますと、まあ、携帯電話、スマホですよね、の利用に関する指針を持っております。
ですが、もがき続けることになってるんですね。それは子どもたち、生徒さんを授業に引きつけて、そして電話から離れるようにすると。そういうことがちょっと大変なんですよっていう話でよろしいかと思います。サミさん、第2段落のところを追加いたしました。オレンジの矢印のところが目印です。サミさん、第3段落どうでしょうか。皆さん、これは on the one hand と on the other hand でしっかり対比になっておりますので、ここは皆さん全部書くことになりそうですね。で、皆さん読んでみますと、我々は知っております。まあ、ほとんどの生徒さんのスマートフォンというのは、コンピュータと同じぐらい強力ですよね。そして皆さん、学習に対する潜在能力が大きいと。で、皆さん、その一方でスマートフォンをですね、まず学生さんが学習するのにどのようにして役立たせるのか、それが皆さん厄介な問題になってるんですね。で、皆さん、特に成績があまり思わしくない生徒さんとか、学習の問題を抱えている生徒さんは特にということでよろしいかと思います。で、皆さん、エスペシャリー以下は学業があまり思わしくない生徒さんの具体例でございますので、もし200字以上になりそうであれば、このあたりは書かなくてもよろしいかと思います。皆さん、これが第3段落前半です。で、皆さん、第3段落後半です。皆さん、最終段落、第4段落お願いいたします。皆さん、第1文目はサム…アザーズということでしっかり反対になってますよね。ただ皆さん、2文目は特に対比を示す表現はないので、そこは書かずにいきましょう。で、最後の文章もサム…アザーズ…でございますので、対比バッチリですよね。で、皆さん、和訳ですが、第1文目ですね。もちろん生徒さんはその携帯をうまく利用している生徒さんもいるんですね。ただその一方で、皆さん、ディストラクションですから気を散らせるものにしかならないと。そういう生徒さんもおります。そして第3文目、これですね。携帯電話を娯楽の装置というふうに使うものもいれば、これですね、学習ツールとして使うものもおりますと。で、それをうまくスイッチできるんですね。で、そういう生徒さんもいれば、皆さん、携帯電話のその潜在能力ですね、学習に対する潜在能力を無視してしまう人もいるんです、という感じで和訳をしますね。で、皆さん、第4段落前半です。で、皆さん、一番最後です。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。では、明治学院大学予約問題ですが、書くべきところは対比が関わってくる文章ですよね。それを皆さん実感していただいたんじゃないかなという感じがいたします。で、もちろん要約に関係なくですね、他の設問でも対比、というのは確実にヒントをくれますので、ですから、このヤダッチとスタディでもなるべくですね、コメントしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。